さあそれではここで来週ですね10月24日にお送りするスペシャルウィークのお知らせ、企画も決まっております。題しましておめでとうやべパパ芸能界のビッグダディ大集合で夜も引っ張りそしてチーチーにルーナースペシャル。はい、来週はやべがチーチーになるのをお祝いするために芸能界のビッグダディたちが駆けつけてくれます。はい、まずは何度もベストファーザー賞を獲得している4人の子持ちのビッグダディヒデちゃんこと中山秀之さん。はい、4人おられるんですよね。ねえ、これはやっぱり勉強しといた方がいいですね。いろいろそうですね、教えていただくことたくさんあると思いますけども、はい、はい、これに関して長期間限定新コーナー、はい、ヒデちゃんの早口言葉2013を始めようと。さあ盛り上がってまいりました。出た出ましたねヒデちゃん。さあ盛り上がってまいりました。ソフトな。さあ盛り上がってまいりました。ああ、これやっぱヒデちゃんですね。やっぱりこれは言ってくれたんやったっけ。あ、そうか。いや、やっぱこれやわね。うん、ほんまに盛り上がってきた感じがするもん。さあ盛り上がってまいりました。ほら、これがヒデちゃんなんですよ、僕らのイメージですけどね。そうね、で、まあ、ちょっと早いっていう、早口であるっていうね、はい、ええ、まあ、今日もね、たくさんネタハガキ送ってくれてますけども、はい、そう、ヒデちゃんが来てくれます、はい、そして、ヒデちゃんだけではございません、なんと KBS 京都のビッグダディこと、こちらの方もやってきます、森脇健児さんです。はい、2年前にね、そうですね、森脇健児世界陸上以来2度目の登場、うん、今回ももちろんマラソンで駆けつけてくれると。いやー、本当にありがたいですよね、これ。そうですね、うん、どっからまたね走ってきてくださるのかちょっとわからないですが、はい、やっぱり森脇さんはやっぱ走ってきていただけるんなら走ってきていただきたいってやっぱ走る男ですから、やっぱこう熱くなられた時のこう語る時の目がね、うん、たまんないですよね。やっぱほんま森脇さんは、うん、素敵な人やんですよね。はい、うん、森脇さんも来てくれます。はい、そしてさらに、こちらも子持ちのパパ安田大サーカスのビッグダディが来てくれます。大和田常務です。はい、今大和田常務の真似ちょっとだけ跳ねている安田大サーカスの団長が森脇さんと一緒にマラソンで来てくれると。まあ、団長はね、森脇さんは走る方ですけども、うん、団長は自転車ですからね。そうですね、自転車乗ってきてくれるんですかね。うん、よう分かりませんけれども、向こう松竹のね、先輩後輩ですから。また団長も森脇さんのモノマネもできますからね。そうですね、大和田常務のモノマネもやってくれるんですかね。そうですね、あの土下座のシーン、ぜひぜひやってもらいましょう。ラジオですけどね、どこまで伝わるかちょっと分かりませんけども、はい、はい、ということでヒデちゃん、森脇健児さん、そして大和田常務と芸能界のビッグダディが大集合する来週のナイナイのオールナイト、そしてチーチーにルーナースペシャル、生で聞いてくれた方だけに当たるダディープレゼントもございます。はい、さらに本物のビッグダディも何らかの形で登場するとかしないとかという話になっておりますので。ほんまですか。そうなんですよ、これも楽しみ。あんま声を大事に言わんときましょうね。はい、どうなるか分かりません。リスナーに対して言ってることなんでね。そうですね、本人たちがほんまですかって驚いてる場合じゃないですけども、これも楽しみにしておいてください。はい、ということで来週絶対に聞いてください。はい、さあ盛り上がってまいりました。